ウォルター・キャンベル・ショートは第二次世界大戦期のアメリカ合衆国陸軍軍人。太平洋戦争開戦時の階級は陸軍中将であり、ハワイ方面陸軍司令長官であったが、大日本帝国海軍による新珠湾攻撃の被害への責任から司令長官を解任され、少々に降格した。1880年、イリノイ州フィルモアで生まれ、1901年に イリノイ大学を卒業した。1902年3月13日、アメリカ陸軍に少尉として入隊し、サンフランシスコのプレシディオに配属される。以降は、フィリピンアラスカ州勤務を経て、1916年に、第16不評連隊に配属されメキシコ遠征に従軍した。第1次世界大戦時には、第3軍主任参謀及び、第1師団参謀を務めていた。 第一次大戦後は陸軍省情報部局等下に配属され、1924年に陸軍士官学校の教官となった。1938年に第一師団司令官、1940年からは第一軍司令官に任命され、1941年2月8日にハワイ方面陸軍司令長官に任命された。真珠湾攻撃により、 アメリカ太平洋艦隊の戦艦とハワイ航空基地に甚大な被害を受け、海軍のハズバンドキンメル太平洋艦隊司令長官と共に責任を追及され、降格処分を受ける。1942年2月28日に退役、テキサス州ダラスのフォードモーター支社の交通部で1946年まで勤務し、1949年に心臓病で死去した。 1941年8月、ハワイを訪問したルイス・マウント・バッテンを出迎える、ショートと、キンメル。1941年12月18日、真珠湾攻撃の責任を追求するためオーウェーン・ロバーツ、合衆国最高裁判所判事を委員長とする、ロバーツ委員会が発足し、ショートと、キンメルは、日本軍による攻撃に対する準備を怠ったとして、求断された。 委員会はフランク・ノックス海軍長官がヘンリー・スティムソン陸軍長官に宛てた1941年1月24日付の書簡を公開し、日本と戦争状態になった際、真珠湾が攻撃対象になることは容易に想像されるとして、爆撃、魚雷攻撃、日系人によるサボタージュ、潜水艦による攻撃、工業への攻撃、 艦砲射撃への対処を行うべきと書かれていると指摘した。ノックスは書簡の中で陸軍との共同防衛計画を策定し、陸軍との合同軍事演習の実施を提案している。スティームソンは2月7日に書簡を受け取り、ショートとキンメルも書簡のコピーを受け取っている。1946年、ショートはアメリカ合衆国議会で証言し、 日系人によるサボタージュ対策を重視し、11月27日に指令を出していた陸軍省の指令が戦争回避を主眼とした曖昧なものだったと弁明し、中条への復帰を求めたが拒否されている。ロバーツ委員会のメンバーだったウィリアム・ハリソン・スタンドリー元海軍作戦部長は、後年、もし彼らが裁判にかけられていたとしても、罪に問うことはできなかっただろうと発言し、 委員会の報告書を否認している。1999年5月25日、上院議会において、ショートとキンメルの名誉回復決議が52対47で可決され、2000年度の国防総省支出改正法案とともに10月に承認された。ウィリアム・ロス・ジュニア上院議員は、彼らは最善を尽くしたが、政府によってスケープゴートにされたと主張し、 ストローム・サーモンド上院議員は、彼らは、パールハーバーの最後の犠牲者だと主張している。2000年10月11日、会議会でも名誉回復決議が可決されたが、ビル・クリントン大統領は、署名を拒否。最終採決は、時代のジョージ・ W ・ブッシュまで持ち越されたが、ブッシュも署名をしていない。A.B. パールハーバー1941、ザ・デイ・オブ・インファミ f a カール・スミス、アダン・フック、ジム・ローリエ、ABC ・ルテナント・ゼネラル、ワルター・シー・ショートヒスト、D、コマンディング・ジェネラル・ゾ・ハット・ ABC ・ゼネラル・ショート、69、DSNY ・タイムズ、セプテンバー・4、1949、ABC ・アタック・アポン、パール・ハーバー・バイ・ジャパニーズ・アームド・フォーセス・77ス、コングレス、セネート・ドキュメント・ナンバー159、荒かき、リトリス、 アールクーボーン、ジョン・アール、7ディセンバー1941、ザ・エーフォースストーリー、パシフィック・エアフォーセス・オフィス・オブ・ヒストリー、ISBN0 から912799万から73から0、P19、ディック・ウェスティング、ザ・プレジデント・ツー・アドバンス・ザ・レートリア・アドミラル・ハズ・バンド、イー・キンミル・オン・ザ・リタイド、リスト・オブ・ザ・ネイビー・ツー・ザ・ハイエスト・グレード・ヘル・ドアズ、 コマンダー・イン・チーフ・ユナイテッド・ステーツ・フリート・ハット・コングレス・バックス・サン・エス・ファイト・ツー・リターン・アド・ミラル・エス・オナー・ロサンゼルス・タイムズ・オクトーバー13・1999・フィリップ・シーナン・セネート・クリアーズ・ニッパール・ハーバー・スケープ・ゴート・ NY ・タイムズ・メイ26・1999ありがとうございます。